日本通運株式会社は日本国内においてはナンバーワンの総合物流会社としてですね、物流全般に取り組んでいるところでございます。2022年の1月にホールディングス体制に移行しまして、グループ会社の中でも主たる事業会社となっています。2037年に創立100周年を迎えるわけなんですけれども、長期ビジョンであるグローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニーを実現するためにですね、企業変革に取り組んでいるところです。特に営業部門においては、その営業生産性を高めるために数年前からデータを重視した営業 DX への取り組み、データドリブン営業マネジメント変革というものを進めているところです。国内に約4000人の営業担当が日々営業活動を行っているんですけれども、情報の共有がなかなかされていないという状況がずっとございました。また時代や環境の変化に伴って、お客様のニーズもとても多様化をしてまいりまして、営業の情報の必要性とかデータ共有の大切さというところが課題感として浮き彫りになってきた状況でした。情報を蓄積して共有する、当社の課題を解決するに最適なツールがサンサンでした。導入する際に経営層によるコミットメントっていうところですとか、全社で導入の目的が浸透するというようなしっかりした体制を構築することで、これだけの社員数でもリアルタイムで情報を共有することができるようになりました。まず営業の動き方が変わったというふうに感じております。全国各地に営業担当がいる中で、別の営業担当とこういうことできたり、こういうタッグ組めるんじゃないかだったり、新しいアイデアが生まれて情報交換ができる、考えを深めることができるので、営業の提案力が上がったというふうに感じております。そういったところで情報の共有がより身近に当たり前になってきたかなと感じております。多角的に情報を把握することができますので、時間の有効活用ができるようになったかなと思っています。弊社もこうやはり勤めている人間がかなり多いものですから、現場の作業員と一緒に連携したりとか、今まで関係なかった方とのコミュニケーションも増えますし、そういった時間ができるようになってきていると。今まで時間がなくて手の届かなかったところ、そういったところまでアプローチができる、そういった意味では幅広いセールスができていると思います。DX を推進するにあたって、一方通行にならないように営業担当に直接意見を聞く機会を設けて、双方向でコミュニケーションを取って使っていくということができるように心がけています。4000人からスタートして、現在営業担当が約5000人、約1350の部署がつながっています。これまでは売りたいものを売るというような営業のスタイルが多くって、お客様の声を聞いて提案をする提案型営業というものはできていなかったんですけれども、営業 DX が定着したということで、その一歩が踏み出せたのかなと思っております。 DX というのはあくまでもツールだというふうに思っていまして、営業マネジメント全体をデータを使いながら変革をしていく、お客様のあるべき姿、ありたい姿というものをしっかりとお客様とコミュニケーションを取りながら、一つ一つ解決すべき課題を見出して、それに対して当社として提供できるソリューションを設計提案をしていく、そうすると営業のあり方、マネジメント自体を変えていくことがますます進んでいくんだろうなというふうには思っています。